はい、皆さんこんにちは、スプラトゥーンの動画をやっと上げられるようになりました。というわけで、早速ですね、レギュラーマッチ縄張りバトルに参加しましょう。ほい、というわけでいきますよ、ホッケですね、いきましょう。はい、で今ですね、僕の状態は、味方はなんだ、あー、こんな感じで、敵は、あ、筆が、ガロンが2体ぐらいいましたね。はい、行きましょう。現在ですね、僕のこのキャラクターはですね、まあ、何戦かやって、ネットワーク状況のテストとかしたっていう感じですね。なので、ランク10になるまではですね、塗ることだけ考えて生きていこう。あー、どうしたどうした、なんだ、ランニングかよくわかんないけども、ずっと、あー、倒しちゃった、ボムで。ごめんなさい。で、何戦かね、やったんですけれども、ランク10になるまでは、塗ることだけ考えていきたいと思います。早くね、ガチマッチできるようになりたいので、もう塗ることだけ考えて進んでいきますね。はい。塗るのに邪魔だったらキルする。塗るのに邪魔じゃなかったらキルしないという戦法でいきたいと思います。あ、これスプリンクラー壊して、ガロンが来てますね。一応バリアを張って仲間にお裾分けして僕は塗る。前線で奴とは戦わない。まあ、ガロンですからね、ちょっとめんどくさそうなので。おっと、これはなんだ、ローラーですね。ローラーがバシャバシャしてるところを塗り返すプレイ、お互いにですね、ポイントを貯められるというとても優しい戦いですね。ボムを投げておきましょう。おっと、これはおっと、後ろがないので塗って、スプリンクラーも壊して退路を確保。でどんどん塗っていくぞ。さっきのあの人は前に進んでこない。そしたら僕はこっちをどんどん塗っちゃう。ほれ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 、塗らないと私が塗ってしまうぞ。ほれ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 、あっと、弾かれた弾かれた、バリアに弾かれました。そうですね、リスポーン地点にはバリアが張られています。なので、無限にリスキルするとかそういうことの対策が取られているんですね。この辺はね、やっぱスプラトゥーンしっかり作られているんじゃないかなと思います。危ない、逃げる、まあ、バリアもあるので全然いけるんですけれども、あんまりバリア使わないでいこうかなと思います。どうした、リク君頑張れ、塗るんだ。スプラトゥーンは塗るゲームだぞ、特に縄張りバトルだからな、ちゃんと塗れよ。ほら、この辺塗らないと。で今私のポイントが700いくかいかないか、あ、今超えましたね。ちょっとペースとしては良くない。あっと、パブロ後ろを通りますよ。ローラーさんごめんなさい。おっと、これは危ない、逃げます。壁を使って逃げるという高等プレイ。なんだ今のは、トラップか。で、これは逃げますね、こちら。あんな範囲広かったっけ、バリアって。まあいいや、私はこっちを塗っていきますよ。どんどん塗っていきます。オレンジ色に塗られていたら私が青で塗り返す。スプラトゥーンってそんなゲーム、人生ゲームみたいなゲーム、ミスチルの人生ゲーム、結構好きな曲ですね。疲れた、喋んのが。ちょっと喋らないで塗ろうか。どこ塗れんの、あんま塗れるとこないんだな。この辺を塗り返しまして、やっぱね、敵が塗り返してくれないとあんま塗り返せないんですよね。あー、まあ、メガホンが来る、危ない。あー、でもメガホンがすごい、上空に向かって放たれた。あれがいわゆる上空メガホン、敵を威嚇する目的で使われたり使われなかったりする、よくわからないけれども、そんなメガホンですね。初心者というか始めたての間はですね、メガホンをあんな感じで撃ってしまいがちですが、敵の進路をね、妨害するように撃つとか、あんま敵を倒すというやね、どかすような感じで使うといいんじゃないでしょうか。1040、悔いの残る結果ですね。しかしチームとしてはすごい塗りっぷりですね。チャッチ君、どっち、ありがとうございます。57.9%、非常に塗りました。しかし重要なのは、私がどれぐらい塗ったか、1352、勝利ポイントの300を引いて1052という感じですか。いまいちですね。もっと塗っていきましょう。もっとガンガン塗っていきましょう。いきましょう。はい、というわけで、部屋を変える。はい、次のステージはどこですかね。箱フグが良かった、ホッケですね。まあ、ホッケの方が広いと思いますので、ポイントを稼ごうと思ったらこっちの方がいいか。そしてですね、さっきマッチングした人たちをチェックしたらですね、結構もう、ランク50とかですね、30とかそこそこやってそうな人、まあ、腕前はわからないんですけれども、そこそこやってそうな人がね、ポンポン来てましたので、かなりね、見応えのある戦いができるんじゃないかと思います。私はどんどん前線に行って、ちょっとパッドチェックしてきてるけども、ボムを投げて牽制して塗っていきましょう。横もね、塗る。あ、上を登っていた。見逃さない、高橋。上に登ったイカを見逃しません。これは上から来るのか。おっと、吸盤ボムが来ましたね。インクがない、ありがとう味方塗ってくれて。んで、挟まれる。よくあるやつ、バリア使って押すわけ、この人をた、おー、通信状況が不安定、なんということだ。通信が切断されました。なんだこれは、こっちのネット環境なんでしょうか。ちょっと仕切り直しです。ほい、というわけでまたホッケ不当でね、やり直していきましょう。
ちょっとね、ネットが不安定になってしまいました。こっちのネット状況が不安定だったら申し訳ございません。アップバンクですね、非常に人がいっぱいおりますので、インターネット、ネット回線をね、酷使しております。しかしそこは頑張って気を取り直してやっていきたい。また引き続きですね、ぬることに専念していきたいと思う。パッと見ると前方にかなり来てますね。味方がカモンですか？何が起きたんだ？ちょっとそっちに行ってあげましょう。カモンと言われたら行かないわけにはいかない。ドイツがカモンをしたんだ。わからない。あーっと、ここに来ております。ボムを投げて、あっと、失敗しましたね、軽くね。かーっと、そこにいたのね。なんということでしょう。今のはマグレチャージャー。チャージャーではないけれども、マグレチャージャーですね、いわゆるね。はい、マグレチャージャーの絵、皆さん知ってる？結構面白いんだよね、あれ。おっと、カーボンがバシャバシャしている私も、負けずにバシャバシャ仕返す。なんだ、スーパーショットは来るのか？来ない、スーパーショットは来ない。というわけで、こっちに移動して、こっちをどんどん塗ってあげましょう。カーボンがいますね。カーボン、ごめんな。どいてくれ。俺が塗るんだ、この辺はな。なあ、手渡せ。場所を、どんどんオレンジ色を青に塗り返していく。なんだ？なあ、また通信状況。持ちこたえた！ありがとう！なんだ、よくわかんない。結構ラグってる。なんだ、誰か、ラグい人がいるのか。おっと、またローラーが。これが噂に聞く。ここは真剣なのか？ここは神剣を使っている人はいないんですけど、吸盤が飛んでくるので逃げ、あ、ボムで倒しますね。あー、また倒しましたね。そうですね、若葉のメインはボムなんですね。若葉のメインはボムなんですね。やられました。ちょっとボニーガロンか。それはしょうがない。というわけで引き続きリポ、この辺全然塗ってないですね。ちゃんと塗っていきましょうね。まあ、開幕ね、自陣塗るのはあんま良くないと言われておりますけども、リスポーンした時にね、こうやってしっかり塗ってあげましょう。ただね、あんま細かいとこ塗りすぎても効率は悪いので、あらかた塗ったらですね、やっぱ前線に移動していくのがいいんじゃないかなと私は思います。ゴムを投げて牽制、そして横に回って塗る。倒すんじゃなくて塗る。牽制、あ、どこだ、どこ、なんか、何してチェイスボール、おっと、そっから吸盤が取ってきたという方、ここにいるな。はい、見逃さない、ありがとうございます。そしてこの辺を塗っていく、どんどん塗っていく。で、今ですね、700ポイント1分を切った時点で700ポイントなので、非常にペースとしては悪い。そして上のイカバーを見る限りですね、なんだ、同じくらいなのか。あと、こっちがややリードしました。カーボンがバシャバシャしているので逃げましょう。なんだ、チェイスボムがやってきたので、ちょっと退路を確保して、上からすごいバシャバシャしている。なんだ、あれ、雨乞いの儀式か。雨乞いの儀式はダイナモローラーでやりましょう。ダイナモローラーで雨乞いの儀式。負けるぞ、負けるぞ。300ポイント欲しい。吸盤がいる。吸盤の後塗って、これはボムを投げて牽制バリアを打って、もう一個ボムで倒しきることはできない。しかし倒すんじゃない。あー、これちょっと横に逃げて、横に逃げて、危ない、危ない。ちょっとここから引きましょう。引こう。オレンジを塗らせろ。オレンジを塗らせてくれ、私に。オレンジ色を青に染めさせて、よろしく。ボムを置いて、そっちも塗っちゃう。あ、まずい、負けている。あー、今盛り返した。どうだどうだどうだ。あー、どうなのこれ。勝った、負けた、負けたか。パッドを見る限り負けている。自陣にせ、あ、負けたか、どうだ、わかんねえぞ。チャチ君、どっちだ。負けた。マジか。ちょっとあれですね、僕が独りよがりなプレイをしすぎましたかね、さすがにね。まあ、一人で倒して塗ってるんですけれども、やっぱそこはね、チーム戦なのでね、仲間と協力しないと意味がない。というわけで、これはですね、次回の反省点としまして、もう一回行きましょう。部屋を変えます。はい、人が集まりました。ゲーマーの T 君という方がいらっしゃ、あー、来ましたね、ハコフ、ありがとう。ゲーマーの T 君という方がいらっしゃったんですけども、ゲーマー T 君、あー、僕もある意味 T 君ですからね。一緒に頑張っていきましょう。向こうはローラーが2体に、パブロが1体いたのかな。パブロに塗られちゃうとめんどくさいと言おうと思ったけれども、パブロが塗ってくれるということは、その塗ってくれたところをまた私が塗り返せるということなので、非常にラッキーですね。パブロの人にガンガン塗ってもらいたい。コロコローラー、こっちからもコロコローラーが来ているので、すまん、倒させてくれ。で、こっちを塗らせてくれ。その黄色を私が塗りましょう。はい、なのでまたさっきのローラーの人、こっちに戻ってきて、またこのピンクを黄色に染めてね、よろしくお願いします。ほら、後ろを取ったぞ。おお、今のはトルネード打ってあげてほしかった。危ない、ローラーが後ろから来てるんで、ボムを置いてこの辺を塗ります。まあ、味方の誰かが倒してくれたかなと思ったけど、いますね、あれはね。おっとと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 、もう使っちゃうか。もったいないけど使っちゃおう。そしてどんどん塗っていく。バリアをですね、バリアとしてではなく、インク回復として使っていくのも、一つのね、戦法だと思いますよ。どんどん塗っていきましょうね。塗ることしか考えません。最速でランク10になってガチマッチに参加したいと思います。ボムだ、どうだ、おら、
でこっち塗っちゃいますと、やっぱね若葉シューターといえば本体はゴムと言われておりますからね。でバリアはおまけで、メインはメインが本当のおまけ。これボム、あ味方が倒してくれましたね。こっちから来てますね。これを倒して倒して、この人が塗ってきたところをすぐさま塗り返す、これがですねポイントを稼ぐコツですね。塗られていないところではなくて塗られているところを塗り返す。そうするとですねそこをまた敵が塗り返してくれて、そこをまた僕が塗り返してみたいな堂々巡りシーソーゲームが始まります。ローダーが来ているので、 置き棒もしようと思ったけどインクがなかったので、あのパブを倒すのに使いましょう。倒せなかった、来ている、まずい。ローラーが2体来ているので逃げましょう。とここでパブロがバシャバシャしているのでボムを投げてあげる。しかしパブロは前に進んでいたので私はインクを回復させて、来た。もうこれはごめんな、お前がやってると倒せない、倒せないじゃない、塗れないので、ガンガン倒させてもらって塗っていこう。どんどんな、で800さっきよりはいいですね。素で1200は稼ぎたいので、もう黄色を塗ることしか考えない。そう、もう敵は倒さない。ね、敵を倒さないでいれば、その敵がですね、ピンクを黄色に変えてくれて、僕がその、黄色をピンクに変えるというスプラトゥーンらしいことができるな、誰がいるのか。ローラー塗れ、塗るんだ、塗ってくれ、僕にポイントを稼がせてくれ、塗らせてください、お願いします。OK、ありがとう、これを塗り返すよ、後ろから。ありがとう。ありがとう、ローラーありがとう、塗ってくれてありがとう。どんどん塗り返します、どんどん塗り返す。でペースとして、あっ倒してしまった、今のはよろしくない、今のはよろしくないですね。倒してしまうと塗るところ、あーやめて、あーでも譲ろう、これは譲り合いの精神大事です。そこだってね、みんなね、なんか倒す倒さないでなんかすごいなんだ真剣になってですね、道を譲らなかったりするけども、やっぱそこはね横断歩道と一緒で、このイカのインク世界でもですね、どんどん道を譲っていきましょう。1200ポイントいった、ありがとう。そしてここを塗ってフィニッシュ。どんぐらいいったのかな、300足して1500か、まあ十分でしょう。そして勝負にも勝った、ありがとうジャッジ君、センキュー。というわけでですね、今回は、塗りメインでですね、3戦ほどやっていきました。1510ポイント6キル0ですですね。でまあランクも高い人が多いので、始めたての人をですね、虐殺したというわけではないでしょう。というわけでランク5になりましたね。まあ、まだ武器は買わないで若葉でいきたいと思います。一旦戻りましょう。はい、というわけで、今回ですね3戦ぐらいやっていきました。ランク5なんですけども、ランク10になるまではですね、塗りを優先したプレイで、最速でランク10になりたいと思いますのでよろしくお願いします。でですね、ランク10になったらガチマッチもちろんやっていきますし、あっちにですね、悪名高いウニがいるんですけれども、ある程度お金が貯まるとかフェスに参加してサザエが貯まったらですね、ウニスロットですかね、ウニガチャとか呼ばれているそれをやっていきたいと思います。あとはですね、あっちにですね、バトル道場というやつがありまして、これねあんま動画で見たことないので、アップバンクにね結構スプラトゥーンやってる人そこそこいますので、その人をゲストに迎えてですねバトル道場で戦うみたいなこともやってみようかなと思います。まあね、今ランク5なので10になるまでは、ポイントを稼いでですね早くランク10になりたいと思いますので皆さんよろしくお願いします。結構な頻度でスプラトゥーンの動画出していくと思いますので、なんかですねご意見とか、なんかアドバイスじゃないですね、ご意見とかなんかこういう動画が見たいみたいなありましたらぜひコメントでください。というわけで以上でございます。また次回お楽しみに。ありがとうございました。さようなら。